さんこんばんは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は10月13日の夜のもうすぐ9時でございます。また緊急で占いをさせていただきます。実は今日別のテーマですごく長い、もう長く引かされたんですよ、カードに。でもうえらい目にあって、もう長い動画を撮っていたんです。動画を撮っていたっていうか占いをねさせていただいていたんですよ。でそうしてやっと終わって、さじゃあ編集にという時に、皆様から次から次とコメントをいただきまして、なんと夫人が退院したと、ねえ、したとですよね。で、まあ、っていうことで、もう急ぎながらチラッと、まあね、何かショート動画のような、なんかニュース動画みたいなのをチラッと見たんですけども、また例のね、護送車、いそうですか？ねえ、何なんですかあれ。まあ、チラッと見えましたよ。で、あ、これかと思いまして、で、まあ、皆様は、まあ、その夫人の気持ちとかね、どうして退院したのかとか、そういうことを占ってくださいということで、まあ、いくつも、コメントを頂戴いたしました。コメントではリクエストをありがとうございます。それでですね、もう何も、もう本当に全然、もう何時頃とかもう全然そんな予備知識も何もなく、もう本当に今日という今日は本当ないです。でこの状態で、夫人はなぜ退院したのかと、カードに聞いてみました。でもですね、その退院時の夫人の気持ちを教えてくださいということも伝えましたので、まあ、その辺も含んで教えてくれていると思います。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。なんとかね、今日中に編集も終わってアップしたいんですけど、何ですかこれは。2番逆、これってね、何か金銭的損失、それか収入減なんですよ。収入が減る。で例えばですよ、我々ですと、我々と言っちゃいけないですね、例えば私ですと、あまりにもね入院が長引きますと、金銭的にお金もかかるとかね、そういうふうに考えたりもします。でもこれ夫人なのでそういうことではないと思うんですよ。でないですよ。で収入減と言って何が焦ってますね、何か起こりますね。収入減です。次、何か起こったんじゃないんですか。ねえ、これもう完全に嘘ですよね。もうほんと詐病ですよね。嘘800の大ボラ吹きですよね。病気ですね。あ、ごめんなさい、これ私の意見です。 Great happiness Short illness。 はあ、なるほど、これは年の宮殿下です。最高のカードで現れています。この真ん中にもう本当に土色の顔をして寝ているのが夫人です。でこちらスポットライト当たっている、これ年の宮殿下です。でまあね、もうこれだけでもなんか今回の佐賀のね、もう大フィーバーですよね。もうすごいですよね。ね、国民が年の宮殿下を敬愛するこの気持ち、ね、でもそのことをなんか物語っているような感じもします。まあ、横とあっていてもね、なんかもう誰にも構ってもらえないような自分の姿とね、っていうふうにも考えられますが、これね、なんかあったと思いますよ。これ好転なんですよ。好転で計画は成功、それから目の前の問題は年の宮殿下に良い、そして願いが叶う。あとはね、何か年の宮殿下、いや国民かもしれませんよ、至福の時は目前、成功とか豊かさっていうのを表すんですよ。でこちらも見てください。年の宮殿下にとって長期にわたる成功を約束する新しい地位、任務、使命を予期です、ね、で非常にポジティブなカードなんです、こちらは。で待望の認知を受ける、実体師なんじゃないんですか。これも好転するという意味がございます。どちらも好転なんです。それに引き換え、夫人はね、これは運命の真実のカードです。どんな運命か他の2枚のカードを見てください。こんな運命なんですよ、ね、こんな運命なんですよ。ちょっと私声が踊りますよ。ねこれは
もう心身ともに限界に達している、もう限界なので、強制的に休まなくてはならない、そんな状態です。自分はもう物事は行き詰まっていて立ち往生です。お手上げです。で、まあ資格とか何か持っているような資格とか、あと自分に与えられているような能力、それをねもう奪われて無能力にされるなんですよ。もしかしてもうなってるんじゃないんですか。なんかちょっとそんな感じもしますよ。次いきますね。あこれよくね婦人で出るんですよ、これインコンステンシー逆。これねキーでも出るんですけども、これね永遠の優柔不断、これがこのカードの持つ意味です。そして個人的な何か不安感とか自信喪失、それからね2つ意味があるんです。1つは婦人の内部、内なる葛藤があるんですよ何か。でももう1つは本当にね内部構想の意味もあるんです。今もう内部構想になってるんじゃないですか、で婦人の状態はといえば、別に失声症じゃないと思いますが、対話困難それから何か他人の気持ちを伝える、そんな能力がない、他人にじゃないんですよ、他人の気持ちをなんですけど、まあ、そんな意味もあるんですけど、まあ、あんまりここにはねとらわれずに、ちょっとこの逆の意味で考えますと対立の時期というのが出てるんです。いよいよねこれね、なぜ退院したのかって、もう対立がもうね本当対立の時期なんですよ。で入院していたのはちょっとね時間をとってじっくり考えるっていうのがあるんです。なのでこの何日間ですか、6日間ですか、何ですか、え何日え、その間をじっくり考えてたんですか ねで、完全にこの婦人の心の問題に関係している何か優柔不断なんですよ。で慰めが必要な友人というこういうキーワードみたいのがあるんです。自分が慰めが必要なんじゃないでしょうかね。あとねもうこれなんかぴったりなんですけど、お決まりな方法とか型通りの演目っていうのがあるんです。このね作業、これねもう型通りの演目ですよ、お決まりの方法なんです。もうねいい加減にしろって言いたくなりませんか。なんかこの退院にしても入院にしてもね、なんか手術はしていなかった、5時から手術したんじゃないんですか、もうどうなってるんですか。もう本当にねもう本当にケローっともう平気な顔で嘘つきますよね。日本人じゃないですよもう本当に。でね、まあ、出てるのはすごい不安定な気持ちなんです。であとね、まあ、一応意味としてお伝えしますと、何かね愛する人と矛盾した態度に、愛する人がね矛盾した態度を取ってるんです。そのことに対して我慢するようにと助言をされている、そんな感じなんです。誰にでしょうね。そして愛する人とは、ね、ちょっと次見ますね。サドネス、ファルスネス、デザイア、これ婦人です。もう失望してます何かに、で悲しんでいます。でこれはね今回本当にこのカードの意味なんじゃないんですか。これ不誠実なんですけども、この婦人のすぐ近くの環境に味方として配置されている敵がいるなんですよ。で婦人を介する計画にある、なので本当に注意をしないと危機に陥るというそういうカードなんですよ。で失望しているので、もしかしたら本当にそんな目に遭ってるかもしれない。これ本当に病院にいたのか T 大病院にいたのか、どこか全然違うね、例えば全然違うところにいたかもしれないんですよ、ね、そこで実はすぐ近くに味方の顔をした敵を配置されていて失望していて、でとにかくもう早く返してくるとすごいこれ要求している、そんな姿が出ています。もうもっと要求したと思います、もう帰りたいと、そういうことだと思いますよ。帰る家なし。Serious troubles. Some of money. ブラーじゃないですか。ちょっと戻します。あ、ちょっと待ってください皆様。あ、これね、あ、今は、あ、そうか。まあ、一応ちょっとね、あのね、実はその今日一日、
すごく長くもう占って、でもうね本当に大変だったんですよ。その占いの結果、これと同じもん出てるんですよ。ここ違います、でも同じもん出てるんですよ。だからなんかね、これ絶対なんかありますよ。これ重大な問題で深刻なトラブルです。で何かって、何かお金なんです。スズメの涙ほどのお金、はしたがねで、あーってなってるので、おそらくあーに入るお金なんじゃないですか。それがスズメの涙とか、本当にわずかのお金しか入らない、そういう重大なトラブル、お金の問題何か起きてると思いますよ。収入の、これ収入源なので、なんでしょうね。ねえ、もう収入止まってしまえ。次いきます。プリスト、チャイルド、ファースト。これね皆様、もしかしたらなんですけど、ちょっと声小さくなります。これ正しいね、道徳信念の方、皇后陛下かもしれない。夫人から見たらこんなお方ですよ。正しさ、道徳で、そのチャイルドとなると利宮殿下、そしてこれ不誠実、裏切りのカードなんです。なので何かそういうことがあったのかもしれない。夫人が裏切られたと感じるようなこと、我々にしたら、やったみたいなことかもしれないんですよ、まあ、そうなりますよ。夫人が裏切られたと思うということは、なんかそういう感じはするんですけどね。次見ます。このねプリストはね、ほんといろいろ取れるので、ソルジャーマレディちょっと笑いそうになりましたけど、これ夫人なんじゃないですか。これいつもならこれ H とか R なんですけど、これ見てください、陛下がこれ守って戦って、笑っちゃいけないですよね。こういう姿勢になってるんですよ。これ病人で、これもしかしたらハウスってありますけど、病院、なんちゃって病院かもしれないですよ。本当はですよ、もしかしたら T 大病院にはいない、こういるところで、こうなっているこの夫人にこういう風になっている、まあ慌てて退院したじゃないですか。なんかそんな感じもする。なんかね、退院したってなんかすっごいね、もう強くホッスルが出てるので、もう出してって感じになったんないんでしょうかね。えこれハウスっていうのがね、どこかにいたんじゃないですか、病院じゃなくて。アジトにいたんですかね。ちょっと待ってください。もう本当に今劇場がもう。ジョーニー、ロード。あ、これ利宮殿下ですね。これは旅に行かれた、佐賀に行かれた利宮殿下だと思いますよ。あと両陛下かもしれないですけど、これいろいろ考えてるんですよ。重大な決定が下されなければいけないと。なぜならば見てください、これ。愛と幸福と成功はこちらの方々と共になってるんですよ。なのでここでうんって考えてるんですよ。もう焼いても考えてよ、あ、焼かないんですよ、埋めるんですよ。サービス、プリズン、これやっぱり、これね、この前の入院の時、これお迎えね、でこれ見るんですよ、プリズンってなってるんですよ。なので囚われの身になってるんですよ。なんかね、私はこの、まあこれ、まああくまで私の占いですよ、占いですけれども、その結果ではなんかね、そんな都合のいい入院じゃないと思うんです。もう半分こういう風に連れられていったような感じもするんですよ。何か理由をつけてで待ってるんですよ。これ何を待っていたの、退院させてもらえる日、拘束されてたんじゃないですか、本当に。何これ、トラベラー、え、あれ、プレグナンシー、
これね、なんかね、自分のね、走馬灯じゃないですけど、自分のことなんじゃないんですか？これ旅行者、妊娠出産旅とかなってるんですよ。これ自分なんじゃないんですか？これね、同国人男性ってありますけど、これもうエーザイシートのね、でこんなことになってまずいんじゃないんですか？ D から始まる3文字。それともう一つ思うのは、まあ、皆様が今あの M 子のことをよく言うじゃないですか。なので例えば旅行者になっている M 子が妊娠してね、こう旅、こういうふうにも取れるんですよ。帰ってきたみたいな。でも私は違うと思うな、うん、M 子の感じがしない。ちょっと次いきます。一応お伝えしておきますね。これね、これね、パートナー間のギブアンドテイクの流れなんです。なんかね、とっても温かいカードなんですよ。これはお互いの譲歩とかお互いの妥協で、これはね、愛と親密の絆なんですよ。で、承諾、何か承諾の共有なんですよ。で、ね、あとはね、支援と激励、励まし合って支え合ってみたいな、新しい人間関係の始まり、なんか温かいんですけど、これ婦人じゃないんじゃないの？なんだろう、ちょっと保留していいですか？これ婦人、いや違うと、ちょっと保留させてください。次いきます。なんかとっても温かいんですよ。これね、正逆、あの意味は同じなんですけど、ちゃんと正位置で出てますし、うん、ちょっと見ますね。クロスセーリングス出てますね。レターライティング、なんか手紙をか、あ、ちょっと待って、ジェラシー、ウォーリーエラー、これね、何か手続き、手順、進行なんですよ。で、手紙を書いている、なんか連絡を取っているかもしれないね。で、関係な、人間関係なんですよ。で、嫉妬、妬み、そねみ、何かこれ夫人の嫉妬心だと思うんです。で、もう一つは夫人の心配なんです。これウォーリー、懸念、心配、不安で、何かミスとか失敗、過ちとか誤り、間違い、そういうことを何か心配している。何のことだろう、何か進行していっている。そのことに対してジェラシー、やきもちみたいな、妬み、そねみとも取れるんですけども、何か自分の権利とかそういうものを何か守るために警戒しているような、そんな感じ。守らなくてはいけない、守りたいから心配している、そんな感じもする。何が、まあ良くないことですよ。いずれにせよ、この夫人にとっては何か手続き、手順が進行している。なんだろう、これも夫人じゃないんですか？メランコリー、ウェディングね。皆さん、これね、憂鬱でしょ、で落ち込み、意気消沈みたいな。で、これは居場所なんですよ。で、こちら結婚、これもしかして、いや、もしかして年の宮殿下ってことないでしょうかね。ちょっと早まりすぎですか？いや、ご予定だけとかね。なんかね、居場所を確保されるような、そんな気持ちになるんですよ。で、もうこんな感じ、落ち込むんです。結婚、誓い、居場所、部屋。だってね、前からもう、あの、出て行きなさいとか言ってたわけでしょ、ね。まあ、私はそれは、まあ、本当のことなのかどうか存じませんよ。デマかもしれません。でもなんかね、いくつになったらどうのとかね、まあ、それは真実なのかどうかは存じませんが、でも、これは居場所ですよ。あ、そっか、ちょっとね、皆様ね、私この今日の、1日もう本当に大変だった占い、これはね、またあの別の日にアップさせていただきますが、それをご覧いただけましたら、すごい、あの、ね、共通点が出てます。ちょっと次見ます。なんかね、いくつも共通点あるんですよ。
Winning luck. Adolescent. これは H です。Distress だ。これはね、何かいいチャンスだとか、これもね、利益で見てます。うん、何かね、いいチャンスだ。いい機会だ。利益を得るような。そんな機会だと思って見てます。やっぱりね、TI のことだと思いますよ。それが、その勉強するためとかじゃないんですよ。利益なんですよ。そのチャンスなんですよ。本当に腐ってますよね。で、これが、H。で、これなんですけど、これちょっと混乱してます。極度の不安になってます。苦悩、嘆き、苦痛。で、それは H なのかもしれないし、これがうまくいかないので、不順かもしれないです。混乱しているのは。ちょっと次見ます。これね、いろいろ可能性ありますからね。例えば全てのお膳立てがうまくいって計画通りにいっても H のところで何かうまくいかないかもしれないんですよ、ね、そういうこともあるんですよね。ちょっと三三で見ますね。なぜ退院したのか。クローバー出てますね。四つ葉ですよ。クロスロードバーザ、これね、両陛下だと思います。これね、両陛下ですよ。四つ葉のクローバーは幸運、何かチャンス、機会、ちょっと驚きもある、幸せ、何か良いこと、何かポジティブなことが起こったのかもしれない。もうで選択しなければならない、もう決心、決断、そういう時なんです。あとね、意味では、妥協とか譲歩とか、ちょっと待ってください皆さん。これね、もしかして本当にこれね、先ほどほら温かいカード、これでね、なんか承諾の共有、あとで、ね、お互いの情報、お互いの妥協ってあったんですよね。これまさか、年宮殿下と、これこれ、あら、ちょっと今劇場すみますかね。え、何か仲介とか仲裁とか、そういう意味もあります。一応お伝えしておきます。ちょっと待ってくださいね。次見ますね。インセンスバーナー、うわー、出てる。年宮殿下、これ年宮殿下です。やっぱりね、非常に焦ってる。これはこんなネガティブなカードがあるので、この意味がもうね、公主刑とか動物捕獲のロープになってます。もうロープでピッと捉えるような、拘束したり束縛したり、何か制約を与えたり、囚人用の手かせ足かせの意味もあるぐらいなので、自由を奪う、そんな感じ。この旅のこともあると思いますよ、ね、でこれ見てください。望まない、自分が望まないね、ネガティブな、自分にとってネガティブで迷惑なエネルギーを追い払う、不要なものを除去する、一掃する、処分する、これって出てます。こうギーってなって、もう早く出しなさいよみたいになったのかもしれないですね、これね。いや出してもいそうですって。もう本当にもうね、重ねて申します。私ね、本当に始まったなと思ったんですよ。感じたんです、うん、もう終わりの始まりがね、もう始まってますよ。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。早速編集に入りますね。はい、ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。